はい、こんばんは。ちょっと遅れましたけど、今日は35回目のブログの解説を行います。ご清聴ありがとうございます。まあ今週の土曜日はですね、ちょっとまあ夏休みということで配信は中止させていただこうと思っています。ですね、あら、いつからですかね、295番からですね。295番はね、確かかなり大事なことだったと思うんですね。そうです。3号機のですね、核爆発について、2011年の3月14日に3号機が爆発したのは事実なんですけれども、これ爆発したっていうことがね、分かって、で、現場はね、水素爆発しか思いつかないので、で現場は多分ね、動画分かんないと思うんですね、どんな煙が出てたかね。で、爆発したから水素爆発だろうということにして、そのままずるずる水素爆発になっちゃったんですけど、全然違うんですよね。で、どん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 消されてですね、これ、福島テレビが著作権を持ってるんですけれども、福島テレビはこの著作権力がもうかなり高くてですね、私この3号機の爆発の図面を自分の図書の中にね、本の中に使おうと思っていたら、電話したことがあるんです、福島テレビに。そしたら、報道局なのにですよ、話し合って、それで、本の趣旨を教えてもらって、それで適切であるならば使っていいっていう話だったんですよ。でちなみにいくら費用かかるんですかって言ったらね、そのワンショット4万円で言われてですね、そんな金は払えないので、もうそれっきり問い合わせてなくて、中でも使ってないわけなんですけどね、これ4万円取られるんですよ、本の中で使おうとするとね。でここにね、赤い光がして3回爆発して、もう明らかにキノコ雲みたいなのが立ち上がる。でこれはまだね、8月のが唖然としてるわけです。だから核爆発が起きたからね、唖然として何も言えないわけで、第一報はね、プレス、東電のプレスも調べ、これちょっと見読めないね、3号機での白煙事象についてということ。白煙事象、白煙じゃないだろうと、どう見てもね、なんですけど、で負傷したと。この時がね、やっぱりものすごくいろいろなことが起きていて、今でも隠されてるわけですね。4名と3名が負傷したと。これ死人も出てるんじゃないかという話なんですけど、でね、モニタリングポストはね、そんなに上がってないんですよ。20マイクロシーベルト、4マイクロシーベルト、15マイクロシーベルトでね。それはなぜかといったら風向きがね、あっちの方に行っちゃってる。ですね、あっちの方じゃ、海の方にね。で枝野はね、午前11時40分なので、これはね11時1分でしょ、だから40分足らずしか経ってないわけで、40分足らずに情報を集められるかって言ったら不可能なのでね、これはもう当たり障りのないことしか言えないわけですよ。で何て言ったかって、枝野はね、11時10分爆発が発生をしたと。爆発の状況等から見て1号機で発生した水素爆発と同種のものと推定されているって書いてますけど、全然違うもんね、形がね。ここで嘘ついてるわけです。で現地の所長と直接連絡を取り確認したが、現地の所長の認識としては格納容器は健全であるという認識を一番直近のところで、専門家として担当している現地の所長は11時30分ごろ報告している。意味分かりませんけど、したがって放射性物質が大量に飛び散っている可能性が低い。だからこれ格納容器がしっかりしてるから、大量の放射性物質は飛び散ってませんよって言ってるんですけど、実はこれ燃料プールだからね、格納容器が健全であっても出ていってるわけなんですよ、実はね。はい、こんばんは。ただ1号機で同種の水素爆発が、同種じゃないと思うんですけど、発生した生じた時と
同様の放射線レベルの上昇は観測されているので、現在20キロ圏内からの退避の途上であったごく少数の皆さん、残っておられたが、こうした皆さんに直ちに建物の中に念のため避難するように指示したと。だから格納容器は大丈夫と。ね。枝野はそう言った。枝野関係、これ出てますかね。もう消されてるよね、絶対。お、残ってますね。どこ残ってるんでしょうか、これ。お、残してるね。日テレもなかなかやるね。本日11時1分に爆発が確認されました東京電力福島第一原子力発電所3号機の件についてご報告を申し上げます。皆さん映像等ご覧でなっていらっしゃる方々、大変ご心配をされているかというふうに思いますが、その後入手したあるいは確認したデータから結論を申し上げれば、先ほど申し上げた通り、格納容器の健全性は維持されているものと思われます。まあこれね、十何分続くので、まあ、切りますけど、いや、水素爆発でね、こんなこうならないです。私、この中にも書いてると思うんですけどね。あら。あんまりよろしくないですね。日テレニュースね。でモニタリングポストは確かに上がってないです。正門が14時から15時ぐらいに上がったと。で、この時ね、14日はね、もう全然漏れてないことになってるんですよ。14日午前中はね。でなぜかって言ったらですね、まあ、スピーディー、これも残ってるのかな。多分消えてると思うんですけどね。あら？文部科学省から多分原子力規制委員会になったので、もう全部ね、リンクが切れちゃってるんですよね。で、どういうことかって言ったら、ちょうど爆発が起きた時にですね、こっちに風が吹いてるので、もう大半の煙はね、放射能は海に逃れていってしまったので、福島に影響を与えてないんですよ。だからモニタリングポストとかもね、ほとんど上昇しない。だからここにモニタリングポストがあったら、ものすごい上がってたと思うんですけどね。ないわけです。で、こういうことが起きたらね、やっぱ隠そうとしていろんな情報を隠すわけですけど、それでも報道として流れることのね、断片をつないでいけば本当のことは見えてくるわけです。で、米第7艦隊がね、逃げ出したと。米海軍第7艦隊は14日東京電力福島第一原発からの低レベル放射性物質を検出したため、ロナルド・レーガンを福島の風下から移動させたと、ね、でこの空気中放射能の発生源は福島第一原発から放出された放射性プルームだと。声明によると放射線量は太陽などの自然から1ヶ月に帯びる放射線よりも少ない程度のごく微量で健康への影響はなかったというと。ロナルド・レーガンは当時福島原発の北東約160キロの海域で、活動していた。まあ全然大したことないと言ってるんですけど、そもそもこう原子力空母がね、逃げ出すというのはよほどのことなんですよ。なぜかというと、原子力空母は中に原子炉を持ってるので、放射能の、ね、測定器は持ってるわけですよ。だから単に噂ではね、逃げないわけでね。でそれはまあ、私の聞いた情報によると、そういう漏洩検出用の放射線モニターはですね、全部振り切れちゃって、振り切れた、全然ね、用をなさなくなったので逃げ出したという話なんです。で実際このロナルド・レーガンの乗組員が東電が適切な情報指示を与えなかったということで裁判を起こしてますもんね。でちょっとね、それはおかしいだろうと思うのは、米海軍は米軍の指揮下にあるわけですから、東電がなんて言おうがね、逃げるときは逃げるわけですよ。でそれをね、東電が本当の情報を教えなかったからね、被爆したっていうのはね、ちょっと軍隊としてはありうべからざるね、話だと私自身は思うわけですけど、だから米軍がね、の指揮がおかしかったって、米軍を訴えるならまだしもね、東電を訴えてるっていうのはちょっとね、おかず違うんじゃないかと思うんですけどね。でこのロナルド・レーガンっていうのは、実は放射能にものすごく汚染されてしまって、なかなか寄港する場所がなくてですね、
で、確かにね、アメリカの西海岸でやったんですけども、どこも寄港させてもくれないんですよ。もう放射能汚染されてるの分かってるからね。で、結局どうなったかっていうのは、このロナルド・レーガンっていうのは名前からしてね、まあ、レーガン大統領から名前を取ってるわけですけど、ものすごく新しい、ね、最新鋭の原子力空母だったんですよ。で、それがね、結局日本にあったジョージ・ワシントンとね、古いわけですけど、原子力空母とね、交換してね、今ロナルド・レーガンは確か日本のね、日本を母港にしてるはずなんですよ。ものすごく汚染してるわけですよ。ね、1ヶ月に浴びる量ぐらいでね、逃げ出すかと、そんなことはないよと。で、ここでね、赤いオレンジ色のものが出て、で、黒いね、こういうのが出てきたと。で、これね、やっぱりいろいろ作ってくれる人がいるわけですけど、東京タワーがここに来て、まあ、実はスカイツリーと同じぐらいのね、600メートル、700メートル近い、そう、日本にいると思うんで、700メートル近いね、噴煙が上がったと。で、3号機は爆豪だったということをね、実は記事にあって、まあ、もうこの時点で消されてるわけですけど、それはどういうことかといったら、3月14日に、福島第一原発で起きた水素爆発は衝撃波が音速を超えるね、爆豪と呼ばれる爆発現象だったことが財団法人エネルギー総合研究所の解析で分かったと。だ、爆豪がね、ね、あのこれはあのあれですよ、アーニー・ガンダーセンがね、デトネーションと、なんですかね、なんかね、ちょっと英語の使い分けしてるんですよ。で、これはね、やっぱり原子の火じゃないとね、爆豪、その音速を超えるようなね、ものは起きないわけでね。だから核爆発だということになると思うんです。酸素、水素、水とね、酸、水素がくっついてね、爆豪になるようなことはないと思うんですね。ね、30% だったので大爆発、 30% 水素がね爆発したぐらいで、鉄の棒はへにゃへにゃになりませんっていう感じなんです。で、どういうことかというと、水素爆発のね、まあこれ水素爆発とも1号機はこうやって鉄骨が残ってるんですよ。だから鉄骨をねへにゃへにゃにするような温度にはならない。で、3号機はどうなってるかと、こんなになってるわけですね。で、ここにこう鉄骨がこうやってへにゃへにゃになってるわけですよ。で、これ原爆ドームみたいだとかね、あるいはチェルノブイリの爆発とそっくりだったりね、してるわけですけど。で、これ上から見るとね、こうやって、まあこれ確か拡大できたと思うんだけど、ここにこうスコッと抜けてるんですよ。見事にスコッと抜けてるでしょ。で、この周りにもやしのようにね、鉄骨があるわけで、で、これが実は使用済み燃料プールのあるところで、このもやしのようにね、ひん曲がった、まあ、この もやしのように見えますけど、実はこの一つ一つがね、もう普通の人には考えられないほど太い鉄骨なわけですけど、それがヘニハイになっているということは、まあ、だからやっぱり100万度近い、ね、温度に一瞬にしてなって、原発が爆発した時と同じような、ね、ことになってる。だからこれ私、まあ、今ツイッターで毎日ずっと延々出してるんですけど、あの形だけがね、水素あの原爆と一緒だったから原爆だと言ってるわけじゃなくてね、いろんな情報もあった上でね、一番分かりやすいからそれを挙げてる。だってこうおかしいもんね、もやしのようになるはずがないんですよ、鉄がね。いくら燃やしたって人間のね、あの分子の光でね、分子のやつでなるはずがないわけ。こうね、もやしが燃えてるわけでしょ。そしてね、ここに、ここ使用済み燃料プールをこう下に持っていくと、だからここにちょっと、まあ、風が流れたということが分かるわけですけど、ここにね、放射能の塵がこっちに漂ったわけですよ。で、ここポコッと穴が開いてて、まあ、ここにもちょっと開いて穴が開いてる。で、ここをね、塞ぐのが実は大変な作業で、ね、ものすごい被爆してるんですよ、ここね、ここ。もうちょっと大きい、ここですよ。ここでね、どのくらいの作業員が大量の被爆っていうのは、どのくらいの被爆かっていうのはね、一回記事にしてるわけですけど、そう、12ミリシーベルトね、被爆電流10ミリシーベルト、そのこれをね塞ぐだけで10ミリシーベルトのね、あの線量です。だから ここのね、3号機のタービン建屋の3階のこのエリアを調べればね、もう核爆発の証拠っていうのはあるわけなんですけど、実はタービン建屋のね、フロアの3階の線量の測定結果っていうのはね、発表されてないんですよ。2階までなんですよね。
東電が濃度を薄めて港湾排出計画、もうそら排出せざるを得んでしょうね、もういつまでも。っていうか燃料はね、もう炉心に残ってないわけで、活力容器残ってないわけだから冷やさなくていいんだよ実はね。もう前から言ってますけど、私は長崎原発の当日にウラン検出発表と、まあまあ何も考えてないんじゃないですか。で、広島原爆のね反応が1キロと言われてるわけです、反応したウランがね。でその中で今回の爆発というのはそれよりね10分の1から100分の1ぐらい少ないので、多分反応したね核物質の量というのは10グラム程度じゃないかと私自身は見積もってるわけですけど、それでもめちゃめちゃになってですね、しかもそのダーティーボムと一緒なんですよ。使用済み燃料が爆発して全体のやつが吹き上がってね、でまあバカな人間はですね、なんでね、じゃあそこが抜けないんだっていうわけですけど、上が空いてるんだからね、鉄砲撃つようなもんで、鉄砲だってバンって撃ったらね、なんです後ろ側がやられないのかっていうのと一緒でね、あるいはまあ、爆竹をね、お風呂場の中に入れたらそこが抜けるかって、ダイナマイトをねお風呂場の中に入れたらそこが抜けるかって、抜けずに上に逃げるわけでね、もうそんなレベルの低いことをね言ってる人多いわけです。燃料残ってないんですよね。でチェルノブイリの爆発後非常にそっくりなんですよ。これもね実は水素爆発、水蒸気爆発と言われてるんですけど、これも核爆発が起きたんだと思うんですね。そうじゃないとあそこまでね大きな破壊はしませんからね。そうそう、爆後は起こりうる、まあ起こりうるのかもしれませんけど、爆後だけじゃないからね。じゃああんなにね鉄骨がヘニャヘニャになるのかと、あるいはその CTBT のねところであんなに放射能の塵が出るのかとかいうことを考えればね、だからもうで広島の鉄骨連携ね、こう変変になる、やっぱ高温じゃないとねならないんですよ。それ一瞬だからね、だってねずっとメラメラなってたのでまだしもね、うん、でキノコ雲だと、でこれがねやっぱこれがね非常にいいので、まあこれはちょっと Good evening. 伸ばしましょうか。 Good evening. I'm Arnie Gunderson from Fairwinds.We've been getting a lot of emails at Fairwinds on many topics, but one topic's generated an awful lot of questions and concerns and some really thoughtful remarks, and that's what happened at Unit 3. この人はやっぱすごいですね。Why did that explode the way it did compared to Unit 1 and all the other reactors on site? So today I want to use that, the opportunity to talk about what we know for sure about Unit 3.And a couple theories about what could have caused the devastation we see at Unit 3. Well, to begin with, the Unit 3 explosion is much more dramatic than the Unit 1 explosion. Now, engineers have a term called detonation, and they have a separate term called deflagration. Deflagration. What that means is they're both explosions in lay terms, but a deflagration is when the shock wave travels at the speed of sound. A detonation is when the shock wave travels faster than the speed of sound. 衝撃波を超えてるってさっき言ってましたね。Detonation is much more damaging than a deflagration. Detonation. So that may seem like a technical nuance, but it's really the difference between what happened on Unit 1 and what happened on Unit 3. ね、さっきの新聞記事そのですね。You look at the plume that was generated at Unit 1.It kind of moves away from the building at a much more leisurely pace than than what happened at Unit 3. And I'd like to go into a couple of things we know for sure about Unit 3 and then postulate the reason why I believe it happened. Well, first off, it's obviously a much more massive explosion than Unit 1. The second thing is that there's a large amount of energy that goes straight up.And we would call that a vector. It's an upward vector on Unit 3. And that's an important clue here we'll get to in a minute. The next thing is that it's clear in Unit 3 that there's an explosion. If you look at the south side of the building, that's the right side of the building, there's a bright yellow flash before the black smoke begins to go upward.That's another important clue we'll get to in a minute. Well, the other thing is that fuel rods were discovered, pieces of nuclear fuel rods were discovered as far away as 2 miles from the plant. これでも早いですね、この人。Now,
If you look at unit 4, which we've talked about in the past, the fuel rods are dry, but the fuel racks are intact. So it's really unlikely that nuclear fuel rods could be thrown from the unit 4 pool a couple miles away, which leads us to the fact that the fuel that's been found off-site had to come from unit 3. Well, the other things that have been discovered is that uranium as a very fine dust has been found in Hawaii and on the West Coast. Plutonium has been found on the site as a very fine powdery dust. And another element called americium has been found in New England. Well, all of those are what we call transuranics. They're heavier than uranium. And that's an indication of that nuclear fuel was damaged and that nuclear fuel was volatilized at Fukushima. The other things are that the photographs of Unit 3 after the explosion indicate that a large portion of the building is missing, especially on the south side. But yet the infrared picture of the same building shows a heat source still on the south side. Well, last but not least is that we're sure the data indicates that the containment itself and the reactor itself on Unit 3 remain intact. So we've got a mystery here. We've got a reactor and a containment intact, but we know the building is blown to smithereens. Why? I believe that the fuel pool, which is a large 50 by 50 by 50 feet deep container, was empty. And it filled with gases and blew upward. Now the top of that pool would be open, the sides would prevent, would be a barrier, and that could be the cause of that upward projection of material. Now that accounts for a couple more things. But basically what I'm saying is that the fuel pool is like the muzzle of a gun. It was pointing upward and it blew upward. And the other thing is if you look at the photos, there's an awful lot of rubble coming back down. Now that's fuel racks, fuel rods, and pieces of uranium and plutonium. So that accounts for the fact that uranium and plutonium were found as far away as a couple miles off-site. The other thing it shows is that the blackness of that cloud indicates that uranium and plutonium were volatilized. In other words, they were turned into a really fine aerosol, which can find its way across the Pacific, in Hawaii and on the West Coast and here in New England as well. So here's the question. What caused that upward force? Well, if it were just hydrogen, a hydrogen-oxygen reaction would create water. And when that happens, the sound wave travels at the speed of sound, and it's a deflagration. That's what happened in Unit 1. It's dramatic, but it's not explosive. What caused the explosion in Unit 3? Clearly there was an explosion for two reasons. One is the magnitude of the plume moving upward, and the other reason is the red flash on the side of a building. A deflagration doesn't give a red flash like that. A detonation does. So the question is, what caused the detonation? A hydrogen-oxygen reaction alone won't do it. There has to be something more here. And the jury is still out on why, but a plausible reason is that a hydrogen reaction started, which then caused a shockwave to move and distort the nuclear fuel in the pool. The distortion of the nuclear fuel in the pool creates a prompt nuclear reaction, which then blows the rubble out of the pool, up in the plume, and creates the energy needed to create the dramatic event that we've seen at Fukushima Unit 3. But there is a way to test this hypothesis, and the way to test it is to look at the types of isotopes that are in that smoke. Now, we know the military had planes up, and we can also assume that there were laboratories counting the material. And
There's two xenon isotopes, and depending on their ratio, we can determine if it was a prompt criticality or not in that fuel pool. So the evidence is there, but we're not getting it yet. But I would assume that our government has it. Well, thank you very much. And as more information becomes available, I'll keep you informed. これね、やっぱね、すごい分析だと思うんですね。だからアメリカ合衆国は、ガンダーセンが言ったようにですね、知ってるわけですよ。知ってるっていうことだよね。3号機核爆発の証拠を知ってるからね、一生懸命こう日本に隠せて言ってるんだと思うわけですよ。で、CTBT で、実はそのちょうどね流れていった分析するとそうなんですけど、その3号機が爆発した時に普通起こらない、あの検出されないようなね、ものすごい、短周期のね、核物質が検出されてるわけです。でこれね、後でその嘘だっていうふうにごまかしてるわけですけど、でね、小出さんもこういうこと言ってるんですよ。もうついでだからこれ、さあ、京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生に伺います。小出さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ。東京には近藤さんがいらっしゃいます。はい、お願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。まず今日はですね、小出さんに多くのリスナーの方々から質問が参っておりまして、例えばラティメリアさん、あるいはラタラタさん、他にも多くの方々から質問が来ている件で伺いたいと思います。ですね、福島第一原発の3号機の爆発についての質問なんです。はい。今インターネット上の動画サイトなどで、この件が話題を呼んでいるんだそうでして、はい、3月14日に3号機が爆発をしましたよね。はい、でこれはこれまで報道されているのは水素爆発だということだったんですが、はい、これ水素爆発ではなくて核爆発だったんじゃないかという話が海外から指摘されているという話があります。はい、これはアメリカの原子力の専門家が指摘しているものなんだそうで、まあ、映像では1号機などの水素爆発などとは違って3号機の爆発が黒い煙を上げているというふうにメールもいただいているんですが、はい、この件に関して小出先生のご意見を伺いたいとのことです。はい、いかがでしょうか。伺ってよろしいでしょうか。はい、もちろん結構です。はい、核爆発、まあ、私たち核暴走という言葉を使いますけれども、はい、そういうことが使用済み燃料プールの中の燃料で起こるというふうには私は全く思っていませんでした。全くこういうことが起こるとは思っていらっしゃらなかった。はい、はい、爆発は起きたんですね。それは確かですね。水素爆発ですね。はい、ですから私はその、水素爆発だと思っていますし、いずれにしても水素爆発が起きたことは確実だと思いますけれども、それに伴って核爆発、核暴走ですねまでが起きたかどうかということに関しては、多分ないと私はずっと思ってきました。はい、はい、ところがいろいろなデータが次第に出てきまして、私が今一番注目しているのは、はい、包括的核実験禁止条約というのがあってですね、世界中のどこかで秘密裏に核実験が行われているかどうかということを監視するための測定機関があるのですね。はい、はい、で日本の場合はそれが高崎にあって、大気中の微量の放射性物質を常に監視しながらどこかで核実験が行われているかどうかということをずっと監視している組織があるのです。はい、はい、国際的組織なんですか。はい、国際的な、包括的核実験禁止条約を検証するため、核実験したのと一緒なんですよ。はい、分からんはずがないよ、ね、CTBT 世界中で分かってるはずなんですよ。それが高崎で観測を続けてきたわけですが、それは全部黙ってる、ね、その施設でずっと放射能を測ってきたところ、はい、3月の15日から16日にかけての
空気中の放射性各種の分析ももちろんしていたんですね、はい、でその日はちょうどあの東京にもものすごい濃密な放射性物質が飛んできた日なんですけれども、その高崎のその研究機関で測定したところ、はい、要素の135という放射性核種が大量にあったという報告がなされています、はいはい、で要素の135という放射性核種は半分に減るまで 6.7 時間という比較的寿命の短い放射能、 6.7 時間で半分になる、はいはいはい、そうです。ですから67時間ですから、まあ、3日も経てばもう1000分の1になってしまうという、非常に、まあ、寿命の短い放射性核種なんです、はい、でもしあの福島の原子力発電所が3月の11日の地震で停止したのであれば、その時原子炉の中にあった要素135は3月15日の段階ではもうほとんどないと思っていいと思います。そうですね、3月11日から15日までの間にもうものすごく微量になっているはずですよね。そうです、はい、もうあの4日経ってるわけですから、何千分の1かになってるはずで、ほとんどないと言ってくらい、いいくらいになってるはずなんですが、その高崎で測っていた機関の測定結果によると膨大なものがあった、要素135が。でもしその測定値が正しいとすれば、はい、その要素135は3月15日、まあ、あるいは3月14日に生み出されたと考える以外にありません、はいはい、そうすると3月14日に3号機で爆発が起きたという、その時にできた可能性というのは考慮すべきかもしれないと思います。ということは3号機がもし水素爆発であったとしたならば、はい、この直後に要素145が膨大な量で検出されるということは考えにくいんですか？水素爆発だけならばもちろんそんなことはないんですね。ですから水素爆発に誘発されて、はい、使用済み燃料プール中の使用済み燃料というものがある一定の場所に、まあ飛ばされてというか集まって、そこで再びウランの核分裂反応が非常に進んだという状況を仮想するんですね。まあ仮想するというかそんなことがあったということをが一つの説明になるかもしれないと。あ、この時間に要素145がたくさんあるということ の、はい、ね、まあ、説明の一つとしてはあり得る、いい、ね、考え得るってことですね。そういうことも考えなければいけないのかなと思うように今私はなっています。はあ、ということは水素爆発はまああって、それを引き金にして、はい、もしかしたら私はね、水素爆発で核沸騰してた水が使用済み燃料で進んだかもしれないということ、はい、そのための一つのかなり有力な証拠というものが出てきているわけですね。ただこういうあの放射性物質の測定というのは、はい、東京電力も何度も何度もその間違えた情報を出してきた、そうですよね、あるわけですから、まあ、高崎のその、包括的核実験禁止条約を検証するための測定機関が間違った情報を出したという可能性もあると思います、うん、そうですね、はい、以前にも小出先生が、はい、間違えてたらいいのになと、常に注意をしながら考えなければいけませんが、もしその測定データというのが正しければ、はい、3号機の爆発というのはひょっとすると核暴走というかことが起きたのかもしれないと私は今思い始めています。先生、このこととレベル7との因果関係というのはないんですか？ありません、うん、あ、それとは関係ない、はい、じゃあ、はい、その核暴走が起きたか起きたかたかということと全く関係なく、環境に出てきた放射能の量というのは、まあ、別に測定されているわけですね、多数の地点で、それも大量の放射性核種が出てきてしまっているということはもう確定しているわけです、はい、ですからそれが、壊れて溶けてしまった原子炉の中から出てきたのか、あるいは、まあ、一時的に核暴走ということが起きてある程度の量の放射性核種がその時に吹き出してきたのかということ、まあ、どちらでもいいんですけれども、もう絶
てきた放射性核種自身の量は分かっていますので、レベル7はもう動かない事実です。うん、それはそうなんですけどね、はいはい、その当初からそういう形で核暴走っていう言い方を我々が受け止めてれば、あのレベル7って言われた時のショックっていうのはなかったか分からないですね、ある意味。そうですね、うん、もうでも私もその3月15日の段階で、レベル6はもうはるかに超えてるなと思っていましたし、政府の専門家たちももうその段階でレベル7だと思っていたと言っているかもわかんないですね、はい、で結果的において先生、その水素爆発と今現在受け止め方っていうのは どう違ってくるんですか。まあ、核暴走なんていうことはですね、うんうん、いわゆる日本で使っている原子力発電所で起きるなんてことは私も含めて多分誰も思っていなかったと、うん、はいはいはい、それがましてや使用済み燃料プールの中の燃料で起きたというようなことを今私は言ってるわけですし、そういう推定が今ネット上でなされているんですね。ものすごく意外なことが起きたというかもしれないということを言っているわけで、もしそうだとするとやはり原子力発電所の安全性をもう一度考え直すことが必要になるだろうと思います。この核の暴走というのはもう終わってるんですね。もちろん終わってます。あ、それはもう一時的なことであった。そうです、瞬間的に起きてそれで終わりです。ああ、でそこから発せられる放射線物質の内容が違うというようなことはあるんですか。はい、核分裂で できるその放射性物質は、全て同じです。原子炉の中でゆっくり燃えようと核爆発で石油と同じですけれども、短い寿命の放射性物質というのはもし閉じ込めておけたのであればすぐになくなってくれるのですね、はいはい、でも核暴走というようなものが使用済み燃料プールという、まあ、むしろむき出しの場所で起きてしまうと、短い寿命の放射性核種がたくさん環境に出てきてしまうということになるわけです、はい、でそれを高崎の研究機関が検出したと言っているのですね。じゃあ今回もしその恐れがあったとしてですね、はい、これからやるべきこと、対応などが何か変わるかどうかについてはいかがですか。特別変わりません。変わりませんか、はい、もう核暴走というのはもう一瞬で終わってしまっていますので、うん、それ以降もうすでに一月以上経っているわけで、はい、それが起きたのか起きなかったのかということで今現在の対応を変更する可能性は全くありません。ではこの恐れがあったとしても今私たちがそのことによって、何かこうあたふたしたりむやみにそのことをとって不安があることはないわけですね。そうです。あ、なるほど。はあ、そういうことですか。はい、はい、多くのリスナーの方が聞きたかったというふうに言ってらしたことでして、はい、すいません、私自身もまだ情報正確なのかどうなのかというところで、迷いながらお答えしました。以前にも小出先生がおっしゃった出てきてるデータが間違っていればいいんだけれどとおっしゃってたら本当に間違っていたもんですからでホッとしたということがありましたよね、はいはい、間違いというのは、ね、本当は間違ってないんです。間違ったことにしただけだと私もということも含めて今日はお話をいただきました。はい、小出先生、実はですね、この後大阪大学名誉教授の住田健二先生にご登場いただきます。はい、住田先生は原子力学会の本当重鎮でいらっしゃるというふうに聞いておりますけど、はい、小出先生とはやっぱりご意見がだいぶ違うお立場ですか。もちろんです。彼は原子力の旗を振ってきた、まあ、中心人物の一人ですし推進してらした側の方、はい、ただし、彼は大変率直な方です。でそしてそれなりに自分で責任を取ろうということの決意を持って本性は切れますね、なかなかね。例えば1999年に JCO という茨城県東海村の核燃料工場で、ね、臨界事故という事故が起きた時は、はい、現場にいち早く駆けつけまして現場で陣頭指揮を取って、ね、まあ、事故の収束のために働いたという方です。まあ、その働き方に関して私自身いろいろ文句をつけたいことは山ほどありますけれども、うん、今現在の原子力安全委員会の働きぶり
と比べると、はい、彼が果たした役割は大変大きかったと私は思っています。ああそういう方なんですね、はい、この後また住田先生にもお話を伺おうと思います、はい、小出先生今日はどうもありがとうございました、はい、京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。これねなかなかね大事なことだと思う。ただね、小出先生はね、言ってますように間違いじゃないかということでね、ただね CTBT がねこの発表後にですね慌てて変更してるんですよね。調べたらね、実はね違ったみたいなこと言ってる。プロセンジオームですかね、 I135 プロセンジオーム151は5人ですよというふうにね、で変更のやつを出した。で小出先生がその前にもね、なんか間違いであればいいって言ったら間違いだったとかっていうことがあったと言いますけど、これ今の時代ね、そう間違わんですよ。いや、人がやってるわけじゃないけど、人がこう、メモリオンでやってるわけじゃなくて、コンピューター分析でやってますのでね、だから全部正しいんだと思うんです。だから最初のデータが正しいと思って、後の話を聞いていかないと、途中でそのちょっと変えて、行くんですけどね、全体がね意味がなさなくなるんですよね。で小出先生はね実は今はもう水素爆発と言ってるわけですよ。だからこういうのね信用するとかやっぱり小出先生らしいなと思うわけですけど、嘘をつくというふうに思わないんでしょうね。だけどああいうその鉄骨がねフェニャフェニャになったりとかね、ものすごい短期周期のものが出たりとかね、あるいはものすごい沸点の金属粒子がね高崎で発見されていたりとかね、もうそんなこと考えたらもう核爆発以外ありえないわけですけど、なんか隠してるわけですよ。これねここまで隠せ、もう4年経ってるわけです、4年目になってるわけですけど、まだ隠せてるっていうのはやっぱり信じられないんですね。でこの核爆発が果たしてどういうふうに起きたかと思ってるかというと、多分ね水がねほとんどないながら沸騰しながらこうモヤモヤしてる状況だと思ってるんですね。そう。でそこで水素爆発、水素がね発生してね、でそれで、3号機っていうのはオペフロの上もかなりね鉄骨でがっちりしてるので、圧が抜けずにですね、ブラウトパネルもなかったので圧が抜けずに、爆発した時にギュッと気圧が上がってね、そう自己直後なんで気圧が上がって、それで気圧が上がるということは沸点が下がるということなので、燃料プールのね沸騰がちょっと収まって一瞬で、それと圧力がかかって、モックス燃料もあってリラッキングでぎゅうぎゅうに詰めてることで、ちょっとその燃料と燃料のね間がちょっと縮まって、圧力によって爆発が、水素爆発なので、なおかつボイドがね、沸騰が一瞬収まって熱中性子が減速されて、それで臨界反応が起きたんだろうと私は勝手に想像してるわけですけど、で後藤正史さんとかね、田中なんとかさんっていうのはそれは原子炉の専門家でありますけど、爆弾の専門家ではないわけですからね。だからそういう人が何言ってもね実は信用したらいけないと私は思うんですよ。信用する方がいかんと、私のことを言うのも信用したらいかんですよ。だから自分でその組み立てないといけないと。小出先生がね、そう、小出先生はね、やっぱ、何もなかったことに したいっていうかね、できるだけ過小評価に したいと思ってると思うんですよ。やっぱりね、原子力村の人として。まあ、一員ではある。村八分状態でありますけど、原子力村の一員なのでね。だこれのね、で、そのチェルノブイリもね、実は、ね、さっき見ましたけど、写真見ましたけど、あれも核爆発なんですよ。でもチェルノブイリを核爆発って最初言ってたらね、いつの間にかね、あれチェルノブイリも水素爆発ということになってるんで、今公式ではね核爆発が起きるはずがない。だから原発で核爆発が起きたとしたらもう安全上どうしようもない。だからフィンランドのねコアキャッチャーがどうのこうのって言っても、あそこで核爆発が起きたらねもうどうしようもないわけでね。だからそういうものなんですよ。だから核爆発が起きたらダブルのね核燃料にしてても当然めちゃめちゃになるわけでね。だからあとあそこですよ、ウクライナのね核惨事と言われているのが
出てるわけですけど、あれもね核爆発じゃないって言ってる、放射性廃液だったから単なる水素爆発だって言ってますけど、まあ原子力村がね水蒸気爆発って言ってるのは大抵が核爆発で、それでどう判断すればいいかって、あれはたまたまねキノコ雲が残ってましたけど、あの原爆の跡と同じようか違うかっていうことだね。だから鉄骨がヘニャヘニャになってるか、それとも残ってるかということを見ればね、水素爆発か核爆発か分かるだろうと思う。で測定するのはね、やつら原子力村なのでできる辻褄の合うように合うようにするんで、正直本当のことは出てこないんですけど、まあ写真をね見ればね分かると思うんですね。そう CTV では出てない、中性子モニタリングカーで見つかったのはなぜだと思います。それはあの核分裂する物質があるからでしょ。ウラルの核、あ、なんて言いましたかね、ウラルって言わなかったですね。ウラルの核産地なんですよ、メドベージェフが書いたね。でこれ本私手に入れて、一度ブログにしようと思ってるんですけど、なかなかめんどくさいっていうか、難しいっていうか、まとめるのがね大変でね、してないわけだ。まあそういうことでね、3号機の核爆発のやつは今後もね結構私いろいろ書いてるんですけど、まあメインはねここなんで、でメインは私がやっぱり一番このアーニー・ガンダーセンがね分析したのがまあ一番正しいと思って、それに、合致するね証拠を見つけてきてるような状況なんです。で自分の頭で考えろと、まあ私がどうこうじゃなくてね、自分が勝手に考える。臨海プールなら無事、そうそう、 メルトで溶融してて底は抜けてるけども上はしっかりしてるんですよ、核の容器ね、3号機だってね、そういうことなわけです。まあそういうことでね、3号機のちょっとやっぱ核爆発のことはね、あとね原子力発電所がなんで海に面しているのかということを書いてるわけですけど、まあ日本の原発は全て例外なく海に面しているわけですけど、原子力発電所っていうのはこうお湯を沸かしてね、それを水に冷やして回すことによって発電しているわけなんですけど、これ水で冷やすのは冷却水って言いますけどね、アメリカとかフランスとかは大きな川があるので、そこからこう取り入れてね冷やすことができて、あるいは蒸気筒でね気化熱で、ちょっとどういう仕組みになってるか私蒸気筒はよく知らないんですけれども、だから日本の場合は全部ね海水で冷やしているので、ね、このアニメーション、この海水をね戻すわけ、沸騰させて回して戻すわけ、ね、原子炉で水を沸騰させて蒸気になると。原子炉の大きさ110万キロワット、直径6メートル、高さ22メートル、これねものすごい量、高さですよ。高さ22メートルっていうとね、だいたい6階建て、7階建てのビルぐらいの高さありますんで。で、タービンを回して、で、複水機にね、で、蒸気を冷やすわけですけど、この複水機の大きさがね、またとんでもない、10何メートルあるわけですよ。で、ここにね、人が立ってるの見えると思うんですけど、大きくなるとか、ならないね。で私、ここをね、こう、歩かされたっていうか、歩いたことあるんですけどね。定期検査中に。で、なんも、つまむところがなくてね、三点支持と言いながらこう四つん這いになって歩くだけでね、私落ちんかったなと思うわけですけどね。で先輩のね高卒の人ひょいひょい歩いてましたけど、私怖くてね歩くの、今考えると歩いて落ちたらどういうことになってたの、十何メートルとかね、しんどさ、こっからね落ちたら死ぬでしょどう見てもね。そういうバカでかいのが3つあるわけですよ。いや3つかな、3つか6つかあるんですよね。6つかもしれないね、左右にね。循環炊飯管の大きいのが確か最後2つ、ポンプが3つあって2つに分かれてたから6つあるんじゃないかと思うんですけどね、はあ、ね。で複数機で水を冷やすと、で飽和蒸気使うっていうのはね、まあ陸蒸気と一緒ということで、蒸気機関車の異様に古いやつだということなんですけど、そういうふうにね、海水で冷やすので全部日本の原発は例外なく海に面してますよ。だから全部ね、
津波に弱いんですよ。でフィンランドの、ね、原発も、ね、津波あの海に面してるわけですから、あれこそね大潮が起きたらどうすんだっていうぐらいのね、何もないわけですけど、3号機の爆発の黒い煙は西風によって太平洋上に流れたと。神風、うん、もし陸地に風が吹いてたらどうなったんでしょうねって。まあこれは即死しとるでしょうね、あれ結構な人がね、はい、もう隠す隠さんじゃなくなってて、もう日本の東海道あの東北新幹線もね直ちに、運行停止になってたと思いますけどね。海水で冷やすの腐食の心配、いやそれはライナーとかしてるしね、この細いチューブはチタン製だったりしてね、それはもう火力発電所もね海水ですからね、うん、で中にこうなんかいろんな腐食しないやつを塗ってるんですよね。でその塗るのがねまったいえらい高い金で、で海のあれなのでいろんなウツボとかつくしね、大変なんですよ、臭くなるしね。私そこ担当しとったわけですけど、だ海水系の配管はもちろん腐食しますけどね、腐食する前に取り替えるか、あるいはライナーをつけてねあのコーティングしてね、でそれでどうにか、あれしないようにしたってことですね、腐食しない。まあそうです、あと一つぐらいいきましょう。ああ南南とも特殊、これはね上下でやってるので、ね、まあここ今日はここまで、今日はねちょっと2つしかね紹介できなかったわけですけど、まあ、特に大事なね3号機の核爆発の話をしたわけです。実はね3号機の核爆発というと、この前ですね広島に行ったんですけど、広島に行った時のお話は多分ここかな、違いますね、あれこの次5日ですかね、はい、この広島に行ってですね、実はこういろんな写真をいっぱい撮ってきたわけですけど、原爆、まあ、平和記念館ね、原爆いわゆる原爆資料館のところに行って、そしてねその中でねやっぱり非常に特徴的だと思った写真が一つあってですね、そうこれなんです、これね鉄骨がへにゃってなっててね、もうめちゃくちゃに壊れてるでしょ、高熱で曲がった鉄骨って書かれてるわけですけど、こういう風にね、これやっぱね3号機そっくりなんですよ、これね、ここレンガがありますけど、もう鉄骨がねへにゃって曲がると、だからこういう曲がり方やっぱり非常に特徴的で、爆心から280メートルでしょ、元町のね非常に高いところの熱線が直接降り注いだところはね、上空700メートルぐらいで爆発してますのでね、まあね、やっぱりものすごかったんだろうと思うんですよ3号機はね。だからこれもそっくりでしょ 3号機の核爆発のやつにね。なのでもういろんな証拠があるんですよ、その煙だけじゃなくてね、その CTBT だけじゃなくてね、だからそれをね水素爆発でもね音速を超えるからね起きても大丈夫って、まあ、そういう個別なことを言ってもね全体をきっちり説明できるやつじゃないと意味ないのにね、じゃあ水素爆発でね爆発してあの1ミリシーベルトとかね、ものすごい線量の瓦礫がねなんであちこちにあってね、でじゃあ燃料ペレットが外にあるんだよっていう話なわけですけど、そういうのは水素爆発ではねあの、説明できないわけです。水素爆発だけならだって燃料が出ていくはずはないわけでね、格納容器は一応健全で上は空いてないわけです。じゃあ上が空いてなくてね、あの圧力な格納容器の上が空いてなくてどうやって外に出ていくんだよ、どこから出ていくかって言ったら、もうそれは当然使用済み燃料プールしかないわけでね、だからね、その1個だけでね反対するっていうのはバカなすること全体を考えろともずっと思ってるわけですけどね、はい、はい、じゃあ今日はですね3号機の核爆発のことについてちょっとこれは重い話題でね、あれなんですけど、まあ、小出さんとかね、あとはアーニー・ガンダーセンとか、それ以外に3号機の爆発のね、福島テレビが撮ったやつもね合わせて紹介いたしました。まあね、あのやっぱ私が読んでもこのぐらいかかるんで、本気で読むと多分1時間以上かかると思うんですけど、まあそういうことで今日は
これで終わりにします。どうもご清聴ありがとうございました。